のわかる。목소리잘안들려요そうそう、みんなわかってますね。三個目のヒントとかいらないかも。でもヒントを与えると、사장님생각이요って知ってますか？セリフなんですけど。そう、みんなわかってますね。ここはイテウォンです。正解。イテウォンの六三平日橋の上に行ってます。大変だよ、聞こえてる感覚は。でもそう、そうなんですよ。イテウォンクラスの席でした。ここは六三平日橋で、イテウォン駅よりは六三平日橋の方が近いです。皆さんこんにちは。ご意見ありがとう。よく聞こえません。車のせいでうるさいみたいですね。この立教はドラマに出てた撮影地なんですけど、皆さんは立教クラスっていうドラマ見ましたか？みんな見ました？友達の方に何人か住んでた。韓国に住んでたんですか？歯は小さい。ありがとう。紹介するんですけど、そのイテウォンクラ
皆さん見た方は見たらすぐどこか分かるかも。イテウォン大好き。キマイコさんウォルですよ。キマイコさんハイチーハイチー来ます、応援してくださいって言われて、あんまりよく声聞こえない、もうちょっと大きく喋った方がいいですか、このぐらい大丈夫時々出る関西弁も好き。携帯のケース可愛いです。ありがとう。これクマです。クマ。韓国明るい？日本はもう暗いですか？なんでやろ。韓国は明るいですよ。8時ぐらいまで明るい。なんか撮影地だったところがちょっと見えてきました。皆さんにもお見せします。身長何センチですか？私は169です。もうすぐで170。撮影機に来ました。こちらです。聞こえなくても映像だけでも楽しい。カメラ에서떨어지면아예안들려요。
白い靴が似合いますね。ありがとう。スタッフさんの声が聞こえる？本当？聞こえますか？大丈夫ですか？ああ、ちょっと。ワイヤレスイングルさん。ちょっと待ってくださいね。マイクちょっとやり直します。ではちょっと喋ります。大丈夫ですか？天守だよ。よぎょうに、よぎにておりんだ。じゃあ次の場所に移ります。仕上げたいと思います。どうですか？どうですか？日本の方ですか？私？違います。私は韓国人です。韓国のコンビニ懐かしい。ここで何個か選んで皆さんにプレゼントしますね。あのドラマの中でハニージャムチョッキャリ見たことありますか？あのチーチャム俳優さんとキムユジョン女優さんが出てるドラマなんですけど、好きな方がいればこれも買ってプレゼントしたらどうですかね？どうですかね？ハニーバタチップスとかありますか？ハニーバタチップスとかあるかな？どう？これ見てます？ない。あ、セッピョルだ。あ、知ってる知ってる。こんなの出てるんだ。私も初めて言いました。じゃあこれ1個プレゼントで、次なんか韓国っぽいお菓子だったらいいんじゃないかな。私も見たことのないお菓子いっぱいあるんですよ。これとか見たことない。何これ？キムチ？キムチ？キムチカップラーメン？一番上にある赤いポテトチップ。これ？これ好き？私これ食べたことないんですけど、これプレゼントしてみます。
食べてみてください。じゃじゃーん。じゃあ何個かもっと買ってみましょう。これ絶対好き。インジョイミコッチ、これ好きだと思いますよ。なんか、なんて言ったらいいかな。インジョイミって知ってますか？インジョイミ知ってますか？イントネーションがもう日本人。初めて見た。これ美味しいんですよ。甘い。これもプレゼントしますね。で、日本の方って韓国の海苔好きなんじゃないですか。あっち行ってみましょう。あ、海苔あった。海苔好きでしょ。海苔をプレゼントします。海苔と何がいいかな。カウンちゃんが好きなお菓子は？私が好きなお菓子、こっち来て。私が好きなお菓子は、私が好きなお菓子、私が好きなお菓子は、何にしよう。ヤンパリン？お菓子？これ好きです。小さい頃から食べてたお菓子。エギテブトボットンカジャ。じゃじゃん。食べ物大丈夫なのかな。プレゼントするんですけど、ちょっと賞味期間、賞味期限かな。賞味期限長いやつで選びました。よし、じゃあこれぐらいでいいかな。しますね。これぐらい。あ、もう一個。これ初めて見ました。これ何？신당동떡볶이떡강동초밥집양념치킨。これどうですか？これあげます。最後です。이게마지막。プレゼントです。じゃあ買いに行きましょうか。あっちに回って行きましょう。おー、美味しそうなやついっぱいですね。ラーメン食べたい。ラーメンも欲しかよ。닭강정스키오양념치킨아직있어양념치킨맛입니다일본어와한국어가맞았기때문에콤비니나도시즈카데키키야시소우스네또아까뭐좀더사진기어오미세시테스파라실내에入って話したいと思います。私はあれをプレゼントすることにして外に出ますね。韓国のコンビニ好きですか？外に出るのでもうちょっと大きく喋りますね。外に出ました。あ、このコンビニのすぐ横に皆さんが分かるような店があります。
クラスに出ましたって私さんもやるし、おしゃれやな。そう、おしゃれですよね。関西っぽい、ちょっと生意気ありますよね。ここはいつか行きたい。そうですよね、いつか来てください。イテウォンクラス見てなかった。そう、見てないとどこかわからないですよね。そこなんで、マスクちょっと取ります。自分ソリだわよ。そうそう、あ、お店の名前はタンバムじゃなくてちょっと変わりました。タンバムあまり変わってないけど、タンバムだとちょっと違うんですね。タンバム、タンバム、マイク聞こえない。マイクを自分で持ちますね。聞こえないみたい。よし、どうですか、大丈夫？韓国は今度は大丈夫じゃないです。네, 저희 지금 마이크 문제 때문에 잠깐만 마이크 조정하고 있어요. 아, 聞こえますか? よかった。ごめんなさい。 마이크가 聞こえなくて ちょっと 直しました。 聞こえるようになりましたか? 大丈夫? よかった。 めっちゃ聞こえますって言ってくれました。 OK。 よかった。 ほっとしました。 안녕하세요。 なんか、 ライブしてるのに聞こえないみたいで どうしようって思ったんですけど、 マイク大きくなった。よかったです。 なんか喋ってるのなんか聞こえなかったやつとかいっぱいありましたかね。 じゃあもう一回言いますね。 イテウォンは、私はもともとイテウォンが好きだったんですけど、なんか店が
可愛い店ばっかりじゃなくて、なんか可愛い店もあったり、綺麗な店もあっておしゃれな店もあって、かっこいい店もあってって感じで、個性のある店がいっぱいあって好きだったんですよ。ドラマに出てたあのハロウィンパーティーしてたとこあるじゃないですか。あれはこっちじゃなくて、イテウォン駅の裏の方です。そっちに行くともうちょっとピカピカしてて、ワイワイしてて、派手な感じになります。あ、初めの方が聞こえなかったですか。韓国好きですか。よかった。지금잘들려서좋네요。よかったです。うんうん、小さかったけど聞こえてたよ。よかった。じゃあこれからタンバムに入ってみましょうか。入ってみましょう。안녕하세요。오랜만이에요。いたぱよ。じゃあ入ってみますね。音楽、そう、みんな知ってる。わーわー。じゃじゃーん。じゃじゃーん。みなさん、タンバムのテラスに来ました。ルーフトップに来ました。そう、イテウォンクラスの曲が流れてましたよね。いいですね。ここで見ると、その、車が通ってる姿とか、向こう側にある山とか、よく見えます。そう、ドラマのまんまです。店の中は、その、1階は使ってなくて、撮影の時は使ってなかったんですね。で、その、店の前、外から見た店のところと、このルーフタップだけ、撮影地になってます。カンちゃんが立つと、どこもおしゃれに見える。ありがとう。行きたい、行きたい。じゃあ、座ってみますね。座ります。ありがとうございます。韓国のスタッフさんにありがとうございます。そうなんです。それで、1階は、その店の中はまた違うところで撮ったらしいんですよ。実の店はもうちょっと小さいです。どんだけ日本語練習したんだって。私、日本で住んでたんですよ。だからそれが練習になりました。ここは韓国で言うとポチャって呼びますね。ポジャンマチャ知ってますか。みんな、なんか日本で言うと居酒屋なんですけど、こういうおつまみを売ってるとこなんです。おつまみとお酒を売ってるとこですね。今日はおつまみを用意してくれました。和歌山にいたんです。はい、和歌山。そう、居酒屋で、ポチャは韓国でポジャンマチャっていう単語を短くしたやつで、よくポチャって呼びます。飲み屋ですね。そうです、知ってます。そうそう、ポチャってなんか発音可愛くないですか。ポチャポチャ。これは何でしょう。이것은돼지고기볶음인가요。そう、豚の炒め物。じゃじゃーん。美味しそうでしょ。関西弁っぽい。そう、ゲームみたい。ポチャで、これはちょっと火を小さくして。이것은무슨탕이죠。순두부찌개。순두부찌개って言って、豆腐の入ったチゲです。火を止めます。食べてみますね。関西弁だね。私は神戸。
神戸ですか。뭘끓이세요。이건순두부찌개입니다。そう、豆腐チゲ。スンドゥブ好き。お、みんな知ってる。なんか韓国のことが好きな方が結構入ってて、スンドゥブチゲとは知ってるんですかね。モッパン。モッパンって韓国語なんですけど、なんか世界中のみんながモッパンって言いますね。関西弁に憧れる？本当？なんで？そう、韓国に来て食べたいですよね。早く韓国に来れますように。じゃあちょっと食べてみます。あ、ゴミが飛んでいっちゃう。あ、いただきます。豚肉ともやしと豚肉。おいしいです。醤油っぽい味かな。塩？塩？絶対おいしいやん。おいしいよ。なんかこの味は日本だったらハイボール飲みたくなる味。ハイボール마셔야할것같은맛입니다。おいしそう、食べたい。じゃあ순두부찌개食べてみますね。순두부짜잔。おいしいおいしい。お酒は飲むの？今日は飲まないです。今日は飲まない。普段の時もあんまり飲んでないです。なんかお酒はあんま好きじゃなくて、でもなんか一口ぐらいは好きかな。いっぱい飲めない感じ。언니일본엄청잘해요。ありがとう。なんか嬉しいやつあったんですか。そう、話すのが上手、食べ物紹介とかリポートが分かりやすい。よかった。今日2回目のライブ放送なんですけど、今日の方がもうちょっといいですか。どうですか。なんか質問とかあったらくださいね。答えます。あ、水ありがとうございます。あ、후식도추천해주세요。ここは周りになんか可愛いカフェいっぱいあって、自分の예쁜カフェが많아서、そういうところに行ってみたらいいと思います。그런데가보시면좋을것같아요。さっき立教の近くにもカフェがあって、そこのなんかチョコとかも美味しかったです。今周りを見ると空も綺麗で、なんか近くに高い建物がなくていいんですよ。どうですか。매워요？うん、辛くないです。でしょ。今日晴れてよかったですよね。ライブなのに雨になったらどうしようって思ったけど、晴れになりました。そう、景色がいいですよね。高くて怖かったですか。でも実際はそこまで高くないです。私はなんかイテウォンに来るとこういうところが好きかも。 2,3 階なのに外がよく見えるから、高い建物がなくてなんかホッとする感じ。息苦しいからですね。なんか都会は息苦しい、田舎だと暇。私はちょうどイテウォンぐらいが好きです。
日本は雨、韓国もずっと雨でした。そう、外が明るいんです。日本はもう暗いらしいですね。晴れ女、実は私晴れ女なんです。私撮影の時はいつも晴れてる。スンドゥブチゲ먹고싶어。美味しいですよ。スープも一個飲んでみますね。今度はエホバ、かぼちゃ、じゃじゃん、あーあーって言って自分が食べる。あっち、日本語が上手くなった？なんででしょう。なんで上手くなったんやろ。日本で行きたいところ、日本で行きたいところは、私京都好きでした。沖縄とか北海道とか遊びに行ってみたい。ライブのイベントがありますよ。知ってますか、みんな。ライブが終わった後にそのイベントをやって、さっき買ったプレゼントとまたサインを差し上げるんで、サインをしたいと思います。サイン入けよう。じゃじゃん。やりますね。私のサインみんな知ってますか？見たことありますか？何枚するんですかね。이거몇장해요？5장。5枚やります。サイン会。いきなりイテウォンサイン会。パン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 。オンラインサイン会、今時期いいサイン会ですね。용통? 용통? 아, 용통? 용통? 知ってるんですか？용통って。映像で、電話？映像電話？って意味で言ったんですかね？용통？欲しい、欲しい？字も綺麗。本当？多分逆で見てるから綺麗に見えるんじゃないですかね。ひらがなめっちゃ上手。ありがとう。一個一個メッセージ変えてるのかわいい。で、これ最後。字書くの早い。関西弁書いて。関西弁？関西弁？関西弁。Hello。 大きに、大きにって使ったことないです。使いますか？なんか店でしか聞いたことないです。好きやで、そうそう、好きやでとか、好きやねんって使ったかな。
おおきにって使ったことない。お店だったら聞いたことありますね。なんか鉄板焼きとか行ったらおおきにって言われます。確かに使わないかもね。そうですよね、大きに使わない。京都かな、京都では大きにって言いますか。そうなんや。漢字も書けるの。ちょっと漢字は結構いっぱい忘れたんですけど書けます。で、皆さんどうでしたか。今日は韓国の姿の中でもイテウォンを紹介しました。ドラマのイテウォンクラスに出てた撮影地を特に見せましたけど、どうでしたか？楽しかったですか？好きやねんって言われたいですか？皆さん好きやねん、好きやで。それで今日はいろんな撮影地になった場所をお見せしたんですけど、皆さんが韓国に来れるようになったら寄ってみたらいいかなって思います。ぜひ寄ってみてくださいね。今日はライブ放送をそろそろ終了したいと思います。私はこの店にちょっと残って、ちょっとだけ時間を過ごしてから帰りますね。皆さん体に気をつけて、今日は遊びに来てくれてありがとうございます。楽しかったですか？私も楽しかったです。韓国に来たらスンドゥブチゲ食べてみてくださいね。ではバイバイしますね。今まで2回のライブ放送でしたけど楽しかったです。またこれからもいろいろ活動していきたいと思うのでよろしくお願いします。応援よろしくお願いしますね。楽しかったです。カンタビサポーターズの広報大使カウンでした。アニョーン、こまわよー、さらげよー。バイバイ。